滋賀県大津市で車が保育園児の列に突っ込み、園児2人が死亡した事故などを受けて、県内では通学路で子どもの安全を守る交通指導取り締まりが強化されています。奈良市富ヶ丘の住宅街です。小学校の通学路になっていますが、朝の通勤ラッシュ時には抜け道として通る車が多数見られ、住民からも不安の声が上がっています。煽り運転をされたりとか、こういう細い道路でも走ってる車をまた追い抜こうっていうような、まあ、方もいらっしゃって、やはりこういつ事故が起こっても、まあ、不思議じゃないと。そこで今日は奈良西署の警察官らが、住民や子どもたちが安全に通行できるよう見守りと取り締まりを行いました。使用したのは持ち運びが可能な速度違反自動取締り装置です。警察ではこうした装置を設置することで、ドライバーに安全な速度で走る意識を持ってほしいと期待しています。道路状況に照らし合わせて適宜安全な速度で運転をしていただく、ドライバーの方には自分以外にも歩行者や自転車、他の交通が存在するということを配慮していただいてですね、思いやりのある運転に努めていただきたいと、このように思います。